永遠に生きてる限りさ、ずっと続くことで、ね、次じゃっていうことなので、ね、こうそういうことをみんな考えて生きてるんだけど、今ここは自由にその、自分たちがジャズを楽しむのにホーネットをなんかもう少し取り入れるのもありなんじゃないかなとは思っていいかな、うん、こういろんな人が関わって いろんな癖があったりしてもそこでみんながアンサンブルをする中で音楽ができるんですよ。こんな風に合わさってこんなに合わされるのか合わされないのか、だからなんかその3月10日までにいくつかのプロセスをみんなでなんかちょっとシェアしたりしてあげていきながら、あとでそのアーカイブを追ってなんかその先がちょっと見えないかなと思って、うまく言えない。